NHK をぶっ壊す。はい、参政党をぶっ壊すということで、参政党から国民を守る党というですね、政治団体を立ち上げるために今動いているんですが、もうね、神谷参議院議員に対してはもう神谷と呼び捨てにしたいという思いでいます。神谷こそ除名するべきだというところでですね、参政党の滋賀第一支部の、T さんと言います、あえて伏せますが、4日前にですね、神谷とズームで話をしてる。ひどいこと言われてます。で、ちょっとね、本当にこのね、もうこいつちょっと人間なのかと、少なくとも政治家なのかと思われるようなことを平気で言ってます。ちょっとこう聞いてください。参政党今ね、素晴らしいですよ。で、素晴らしい人が集まってるから、変な人が入ってこれない。入ってきたらすぐに分かる。はい、そうだから支部でもね、やっぱり皆さん一生懸命やってて、不協和音を流す人とかですね、あとやっぱりエゴが強くなる人はもうすぐ浮いちゃうんで、結局浮くとね、その人も浮いてるって感じるから、かえって居心地になったりして、ちょっと会議のことやっちゃう、言っちゃうと。そうすると他の動員から本部に連絡が来て、そのこういう行動はやっぱ判断できないので、除名してくださいというようなのを、僕に言ってこられて、僕はその判断権を持ってるので申し訳ないですけどって言うと、大体そういう人たちが最後にね、いろいろこう、文句言われるんですけど、共通するパターンはですね、俺は分かったです、金返せって言うんですよ。賛成党に払った投票返してくださいって、なんかそういう発想なんですよね。やっぱりその発想聞いた時に、僕はやめてもらってよかったと、はい、かえってね、そう言った時に、いや自分が悪かったですと、ごめんなさいねっていう人だと、こっちもね、なんかちょっと行き違いがあったのかなと、こっちは間違ったかなと思うんですけど、ものすごいことに皆さん金返してくださるんで、おお、金返しますよと、はい、別にお金集めするために参政党やってるわけじゃないですから、はい、ということは、ありますね。はい、ちょっと裏話ですけど、はい、そういったことなので、この発言は本当にありえないですよ。何を僕はここまで神谷と呼び捨てにして怒ってるかっていうと、今日ね、この T さん51歳の方です。神谷でも年上です。で、この方非常にやる気があって、もちろん参政党の運動にこの7月の参議院選挙も頑張っておられてですね、滋賀第一支部の支部長からですね、次の来年の統一地方選挙、大津市議会議員選挙に立候補してもらえないかという話をしていて、もう支部の内定をもらってたわけですね。で、支部長と一緒に2人で大津市の出ると内定する人なんです。これ今の話はまだその公認候補者として決めるような人じゃない話をしてるのかもしれないですが、支部内定してるわけですね。で、この人は4000円の運営投費、月4000円のお金まで払ってるわけですね。で、12月の17日だと、聞いてます。今から4日、3日か4、5日前ですよね。もう例の新橋の事件の後ですね、ズームで話をして、どういうことをやりたいんですかということを、この T さんが話をしました、神谷に。そうすると、もう神谷がですね、いやもうそんなやる気だけではダメなんだよみたいなことを言って、女性候補を出した方がいいんだとかって言い出してですね、もうこの T さんのやる気がなくなるようなことを平気で言ったらしいんですね。で、いやまさに昨日僕が紹介したちょっとおかしな人はふるいにかけるようなことを平気でやってるんですね。で、その神谷がやってることっていうのは、本当にもう自分の自己中心型で、自分が気に入らない、むしろひょっとしたら女の子が出てきたのかもしれませんよ。でも支部で決めてることを一撃でもう本人がやる気がなくなることを言うわけです。でも本人はそこに対して賛成と公認がなくても選挙に出ますって言ったらしいんですよ。そしたらもうブチ切れて、もうじゃあ本部と支部とこの岸さんの3人決めないって、もうブスッとした顔で切ったらしいんですよ。あのね、君ね、神谷、それは人間としてお前どうやねん、お前こそ除名やで。これあのな、一生懸命やってる人に対して、選挙に出ることについて一生懸命やってる人に対して、ね、やる気がなくなるようなことを言うようなことをしてですよ、一旦公認すると決めておきながら、それを外して本人に、ね、やる気がなくなることを言って、最後ブスッとして電話切った。で、この人辞めるって言ってましたよ、僕。電話かかってきて。で、僕言いました。辞めないでって。党員辞めないでって。これ神は辞めさせようぜって。どう考えても、参政党の理念は下からのボトムアップなんでしょ。党員が一人一人政治に参加して、それで決めていくんですよね。神谷君が、いわゆる神谷が勝手に除名する権限なんてあるわけないじゃないですか。そんな権限が規約にあったとしても、そんな規約はどう考えても公序良俗に反するから無効なんですよ、どう考えても。だからそこについては、自ら党員を辞めるようなことはしないでくださいってこの T さんに言いました。月4000のお金こっちで払うから、除名されるまで残ってくださいってお願いしたら、橋間さん賢いですね、やります
ね、参政党から国民を守る党ができたら、そっから立候補しますって T さん。これまだ総務省認めてるかわからないですけど。あのね、神谷君よ、そんなんじゃあかんぜよ、いくらなんでも。君の好き嫌いで、党員の人生をこう変えるようなこと平気でやってるのよ。一旦支部長がこの T さんに公認出してるんだよ。話を聞くとね。その別に、その、なんだろう、公認証書とか内定書は出してないよ。書面にはなってないけど、そういう話で進めてるんだから、それを取り消すんだったら、やる気がある人に対しては、参政党としてはこういう方針で、こういう公約をね、掲げてやってほしいとか、サポしてあげるのが君の仕事でしょうか。やる気のある人、いや、それじゃダメなんだ。やる気だけでは政治ができないんだって言ったわけですよ。だったら最初のこの支部で、大津市の公認候補に内定するなんてことしなきゃいいじゃん。で、ね、お金返してやるよ。俺が来たやつは、そういうやつは必ずこう言うんだよ。金返せって。で、それ言われたら、へへへと思うんだよ。何そんなね、人の人生真面目に政治しようとする人間、あざ笑うの。めっちゃ怒ってたよ。君が全部決めるんだよね。だったら独裁党って言えよ、うちみたい。NHK 党みたい。何が参政党だよ。神谷党にしたらいいんじゃないのか。神谷教の方がいいんじゃないのか。怒ってるよ、本当に。そんなに人の気持ち、簡単にもてあそんで、それでね、君が国会議員として、国政政党の副党首、副代表としてやっていける？今日、ちなみに松田さんに会いましたよ、廊下で。もうこんな感じで、もう寂れたおじいちゃんでしたよ。声かけるあれもなかったぐらい。松田学代表、もうこんなんでしたよ。ちなみに。ね、少しおかしい人を除名するとか、やめてもらうとか、あなたね、その、入れるときにテストもせず、面接もせず、どんどん入れておいて、ふるいにかけるなんていうのは、政治家として一番やっちゃいかんことよ。世の中には、ふるいにかけられても生きていかなきゃいけない。要は、いろんな人がいるんですよ。その人たちを救済するのが、福祉を与えていくのが政治家の仕事でしょ。自分たちにとって都合の悪い人間を追い出して、はい、終わりとかいう考え方が、俺は許されへん。自分で投票集めるときに、じゃあ採用試験しろよ、入党試験しろよ。4000円もらって党員、運営党員やる人間は適正検査してから4000円取れよ。入るときだけ全部ね、イケスに入れて、気に入らんかったらイケスから掘り出すんでしょ。舐めてんのかっていう話だよ。神谷、ちょっと本当に君こそ参政党を除名されるべきだよ。君が辞めれば武田邦彦先生が繰り上げ当選になるんでしょ。多くの参政党員それ望んでると思うよ。本当に思い上がるのもいい加減にしたら。藤村さんもめっちゃ怒ってたよね、昨日。あなたがクビにした、あなたが除名にした、何十万というチャンネルでね、私たちの意見も聞かず、ふるいにかけました。藤村さんとは円満に辞めてもらいました。藤村さんとは喧嘩してません。藤村さんめっちゃ怒ってるじゃないですか。他の党員もめっちゃ怒ってるじゃないですか。嘘ばっかり並べて。本当ね、これはこの僕は T さんの感情を聞いたら、もう諦めてたんですよね。大津から立候補できると思って、参政党で立候補できると思って、本人やる気があった、よっしゃと思って、神谷とのね、そのズームかな、そのやるズームでやった。17日の深夜らしいですよ。そしたら、まあ、新橋の件でイライラしてたか知らないけど、もうとにかく、まあ、新しい人が見つかったんでしょうね、多分。これはもう分からないけど、女性の方がいい。もうそれだったら内定出すなよ。新しい女の人が候補者が見つかったら、これまでの人をバーンって理由もなく捨てておいて、そして辞めさせる方向に持っていったらいいと思ってるんですけど、でしょ。辞めさせませんよ、この T さん。もちろんここで分かるでしょ。市が第一支部運営党員5人しかいない。ここで T さん1人しかいませんよね。で、この支部長と T さん今連絡取れなくなってるらしいですよ。あなたこの支部長に何言ってるんですか。 T さんと仲良かった人、これ引き離してるんでしょ。一回話しようよ、神谷君よ。俺と話しようよ。どういう思いで君は党の運営してるのよ。どういう思いで国会議員してるの。都合の悪い人はふるいにかけたらいいと本当に思ってるの。それを笑いながら YouTube で言うような人間が国会議員してていいの。それぐらい僕は、あなたの人間性を本当に今日、この T さん、もちろん T さんだけの話じゃないけども、この T さんに関しては本当にひどいなと思いましたよ。人の人生なんだと思ってるの。仕事を辞めて立候補する人もいるんだよ。参政党から立候補するためにサラリーマン辞めて、やればできるとかって言って、やる気を上げておいてね、足を外して、人の人生むちゃくちゃしてるんだよ。
公務員辞めた人もいるし、サラリーマン辞めた人もいますよ。意識改革とかって言って人の人生めちゃくちゃしといて、ね、立候補できると思わせておいて、新しい女ができたらそっちにしたいから、お前どっか行け、お前はもうどうせね、もう公認外したらどうせ辞めるんだろ、本人確かに辞めそうになってました、もう絶対辞めるなって言ったら、そうっすね、立花さんの言う通りですね、辞めないということで、徹底的にこの件も戦います。以上です。参政党をぶっ壊す。